どうもコーディです。今回収録しようとしたら、とある探偵からこんな報告が来ました。相方のタック TV ラディオが怪盗キッドになりたいと言い出し、トランプを買いに行ったよ。ところが途中でつまずいて顎がアスファルトに突き刺さり、身動きが取れず相方不在だよ。一人でやってください。ということで今回一人です。本気出しちゃうよーん。あと回答から思い出したんですけど、質問の答えである回答と回答、この2つに違いがあるって皆さん知ってました？まず正解に答えがあるのが回答。なるほどっすよね。じゃあもう一方の回答調べてみました。正解はと言いますと、今回はヤフー知恵袋にて投稿された無茶ぶり質問、そして回答を地獄順でランキング形式にまとめました。それでは行くよーん。第5位、めちゃくちゃ面白い下ネタを書いてください。ちょっと言わせて、これ人死ぬって。死ぬよこんな、いけるこれ。まあ、ですがネットにも勇者がいます。こんな地獄の質問から勇者の回答がこちら。あらやだ、手ぶらで来ちゃった。ほら死んだ。俺もう見たくないよ、こういう下ネタ武装してやられる人たち。ただここでもう一人勇者が現れました。第2の勇者の回答がこちら。おやおや、世間は梅雨明けというのに、ここは梅雨入りかいな。何、お笑いの墓場ここ。第4位、こちらの写真が投稿されてるんですが、こういう質問が添えられてます。面白い回答ください。一番面白い人をベストアンサーにします。回答がこちら。狭いところで足つっ一本。この人は天才かなんかですか？ただ皆さん、これがベストアンサーじゃないんですよ。世の中上には上がいます。ベストアンサーがこちら。レジェンドパントマイマーエリオット。ゼロ本。第3位、マジシャンにとったアンケートで 8%。 何が 8%？ 誰も気にならんやろこんな情報。回答、生活保護を受けている。マジシャンに謝れ。ほとんど腕力に頼ってる。マジシャンに謝れ。マギー真嗣の知名度、これはマギー真嗣に謝ろ。第2位、一番最低で面白い下ネタ言ったやつが優勝。もう下ネタばっかやん。もう昔脳内メーカーやって全部エッチで埋まっとった時の俺が投稿しとんのかこれ。ただここで興味深いベストアンサーいきます。非表示覚悟で下ネタぶっこんでくるブラザーに敬意を表します。これはどういった意味でしょうか。そちらの回答がこちら。玉金でしょうね。引き出し1個目の開けて非表示よ。一応他の回答、エリンギインアワビアホ丸だし。第1位、腹筋崩壊するくらい面白い話をしてください。さあやってまいりました。ただ面白い話ではなく、腹筋崩壊するくらいの面白い話、これほど地獄な無茶ぶりはございません。それでも立ち向かう回答者たち、その中でも質問投稿者の腹筋を崩壊させたベストアンサーがこちら。ある4人の少年たちは動物園で事件を起こして裁判所に呼ばれた。裁判官、君たちは何をしたんだね。一人目の少年、僕の名前はジョンです。僕は猿の檻にピーナッツを投げました。二人目の少年、僕の名前はマイケルです。僕もジョンと一緒になって猿の檻にピーナッツを投げました。三人目の少年、僕はポールです。僕も二人と同じく猿の檻にピーナッツを投げました。四人目の少年、僕の名前はピーナッツです。わからん。